最終問題でございます、はい、ちょっといいですか、はい、不吉な出来事なんで、あらベルトがちぎれましたまさかの不吉な、最近太りすぎたためかベルトがちぎれそれはね不吉じゃなくてただの太りすぎですこちら、はい、ティム・バントン監督のバットマンの主演を演じたマイケル・キートンは、はい、スタジオジブリ作品の声優をやったことがありますその映画のタイトルまたは役名は。それではスプサンシンキングタイムスタートです。やってこないこれもうアメコミ問題じゃないですからね。そうなんですよ。まあねえ、はい、どっちだっけ、どっちだマジ。とりあえず出てきてるは出てきてるってことですよ。ちかな、丸か×か答えをお願いします。お見事、正解です。すげえ。いや、なぜ僕がそのジブリの問題を出したかって言いますと、はい、天空の城ラプテンのロボット兵が、はいはい、スーパーマンの敵で出てくるロボットと全く似てる。だから当時宮崎監督はスーパーマンを見た時にすごくそこで感銘を受けてそのキャラクターを作ったんじゃないかっていう。インスパイアされてね。そう、ルパにも出てきてますよね。あれそうです、絶対そうです。うん、なんでぜひあのスーパーマンのアニメ DVD を見ていただくと、天空の城ラピュタのロボット兵の原点かもしれないキャラクターが見れますよね。あくまでもかもしれないけど明らかに見るとあれってなるんです。ちなみにあの名前はポルコロッソ。あ、ポルコロッソ、はい、ポルコロッソという役。実はですね、このバットマンとスーパーマンの映画が公開されるということを予測してた映画があるんです。ある街の中に、はい、あの街の風景の中にバットマンとスーパーマンの映画が公開されますよって看板がちょっとスタッフの遊びで出てる映画があるんです。あ、そういう映画なんです。映画の中に、はい、そういうシーンがあるっていうことなんです。だからあのそれはあのなんないか。うわわ。それでは佐藤さん、シンキングタイムスタートです。一人ぐらいしか出てこない映画です。え、あ、あ、あ、ボケるのやめた釣りバカにしセブンって書いたけどボケるのやめた。それでは佐藤さん答えをお願いします。アイアムレジェンド。サスピさん、丸か×か答えをお願いします。だん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 、素晴らしい、やだー、正解です。ウィル・スミスが歩くニューヨークの街に子牛があるんですよ。で、あのよく見るとグリーンランタンの映画 あのポスターも出てくるんですけど、これが出てきて、モロじゃないですか、モロモロこうなんです。だからあの近未来にバットマンとスーパーマンの映画が公開されるって、まあ、まあ、この時確信してたのかスタッフの遊びだったのかわからないんですけど、こういうシーンが。だってロゴが完璧です。完璧です。本当にこういうロゴなんだよ。確かに街の中に一人しか、いや正直そのヒントで僕は助けられるんだけど。でもね、これは釣りかかりしセブンって書いて社長釣り行きますかってサブタイトルまで書こうとしてたらこの男が。よかった、それに突っ込まなくてよかった。危ねえ。でもこ あのウィル・スミスは、はい、今度の DC 映画の、はい、スーサイドスポットって映画で、そうでございます。デッドショットっていうね、はい、あの殺し合うっていうか暗殺者がいるんですけど、非常にそれこそハーレークイーンとかも出てきますね。さあ、5回戦すべての対決が終わりました。結果は佐藤さん4問正解、スピさん4問正解ということで、今回の対決は引き分けということで、両者クイズ王に決定でございます。はい、まさにね、その本当にヒーローが最初対立するけど、ええ、最後は握手して、ええ、ジャスタメの誕生。いや、違う違う違う、ジャスティス、ジャスタメの誕生、まさにあのずっと突っ込んでボケたかったの分かるけどさ。はい、ということで、いよいよ次回は第3弾ということで、映画公開企画です。映画バットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生、お楽しみください。